さあ、地球さん、春4月、東京湾、はい、ボートゲーム。ボートゲーム。春っていつね、だからなんか天気があんまり春っぽくないというか。今日はね、だだ曇りでね、だだ曇りでちょっと寒いし、うん、まあ条件あんまりよろしくない。風もちょっと吹く予報、はいはい、予報なんだけど、まあ、4月の東京湾ボーゲーメバリングとなれば何やりますか？まあ、僕ならメバルトップですよね、やっぱりね。ええ、やっぱり1年間の中でも4月、5月って最もね、特に東京湾は、うん、トップゲーム熱い。そう、ちょうどね、うん、ベイトが入ってきて、うん、メバルも回復してきてっていうタイミングなんで、うん、やっぱりそこのところで大きな餌を食べたいですよね、メバルだって。あ、なるほど。ということで、僕ちょっと体調不良なの。はいはい、うん、今頃そんなこと言われてもって感じなんですけどね。まあまあ言い訳なんだけど、はい、そうじゃなくて、今日はもうバッチリ地球さんのフューチャリングして、はいはい、もう僕が邪魔をしない地球さんの思い切ったトップゲームをね、はいはい、ちょっと皆さんに見ていただこうと思います。了解しました、はい、頑張ります。どこまでできるかわからないですけど。僕は後ろでちょこちょこつっときます。ということで頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さん、何から行きますか？ね、今回はちょっと J ボーイの方から行こうかなと思います。はい、なぜ J ボーイ？ね、今から狙うところがね、まずテトラがあるんですよ、結構、うんうん、だからまあそこから入ってるやつを引き出すためにちょっと強いハードやりたいっていうのと、うん、あとまだ明かりが残ってるんですね。うん、明るいね、まだ、うん、だからまだあの表層に浮いてるやつっていうのはまずいないと思うので、力で引っ張り出そうと。そうです、そうです。うん、まあ、あと、ね、カステラの高いやつはむしろこういうこの時間帯で迷ってるやつとかはこういう強いやつの方が出しやすいんですよね。なるほど。あとはジェイドサスペンドのジャークみたいなのとか、なるほど、そういうのがいいですよね。タックルはまず今日は、サビア TC、リールの方が、スティーズエアーですね。これにちょっとチューンしたスプロックつけてます。今回の調合のメインタックです。1本目はサビア TC、これまだ、プロトタイプです。サビアのショートグリップモデルなんですけれど、単純に短くしたっていうだけじゃな、もちろんありません。目的を持って調整しているところですね。詳しいことはまたいずれお話しできると思うんですけれど、特にボートゲームにおいては、大型のプラグであるとか、あと開けたポイントでの中距離から長距離に向けてのキャストなんかに非常に向いています。今回ですとテトラ帯での、ステルスペッパーの円筒ですね、で引いてくるような、状況、そういったところで非常に使いやすいモデルです。リールは、スティーズエアーの 28mm スピードですね、のこれに、インクスのオリジナルチューンのスプールをつけたものを使用しています。これは非常に投げやすさ、特に P ラインでメバルプラグとかを投げやすいようにチューンされたものです。現在開発中でして、もしかすると製品化できそうかなというのがちょっと見えてきたかなというところです。どういう形でリリースされるか分かりませんけれど、お楽しみにしてください。次、2本目ですね。2本目エルセーラですね。 5.2 フィートという非常に短いロッドになります。特に中距離から近距離、特にピンスポット打ちのような状況ですね。今回ですとあのバースとか堤防の隙間のようなところですね、そういったところ、まあ、本当にピンスポットのようなところに対してトリックキャストを使ったりとか、非常にコンパクトなキャストをするときに非常に便利です。特徴的なのは特にこのティップの部分ですね。ティップの部分の柔軟さ、これによってメバルプラグとかを比較的コンパクトであるとかトリッキーなキャストであってもプラグのウェイトを乗せて弾き返してバックラッシュなしにキャストを成功させてくれるロットになっています。リールはアルファスエア、TW ですね。やはりインクスオリジナルのスプルをつけたものです。特にボートメバルを始めてみたいという方にはエルセーラから始めていただくのがいいと思います。どうもありがとうございました。じゃあ始めます。テトラのギリギリぐらいを狙って、そこから、ジャークして、ブルッとの振動させてポコッと輪っかするみたいな、そういう釣り方でやっていきたいなと思います。じゃあ、っと引いて浮かせて、さっ
てそう簡単には出てこないか。ある程度切ったらテトラから離れたらもう回収で次のやつを打った方が今の状況だといいと思いますね。今ボートが徐々に流れていくんで、こっちの投げる位置はそれに合わせてどんどん、打ってくる位置を変えてるみたいな、そんな感じになってます。あそこの明かりが入ってるあたりがいいのかな。まだそんなに明かりは効いてないと思うんですけどね。さて、僕は地球さんの後ろでしゃがんで、しゃがんで釣りますからね。後ろで。よいしょ。はい、僕はこのポジションです。楽ちんポジション。楽ちんスタイルで。ちょっと早いかもしれないですね。まだ時間がね。まあね。時間帯が。せっかくだからちょっと他のルアーも試してみますわ。うん。水車の方か、沈めてみるか。レオさん何から始めますか。かぶらない方がいいかな。何、レオさん何からルアー始めます。何結んでるか。うん、僕はあのタイニートーピードのメバルチューンを渋いとこできたな。釣れような釣れまいが楽しもうと思って。この釣れようが釣れまいが楽しむためにやるってのも大事なんだよ。まあそうですけどね。え、まあまあロケでなければ本当に釣れなくても何でもいいんだけど地球さんはお仕事、僕はお遊びで。金ください今度はステルスペッパーですね。よいしょ、ダブルスイッシャーです。よいしょ、ステルスペッパー投げます。チャート系のカラーですね。東京湾とかだとわりかし定番のカラーです。いきます。もうこいつは水面上を畳巻きでどんどん音出してガンガン押す。あんま悪いかな。バイトあったん地球さ。一回だけあったんですけどね。おうおう、そこからはちょっと出てない。あーっと来た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 。タバコ食えてる場合じゃないや。来た来た。うん、レオンさんがやっぱ釣ってない時はよく釣れるよ。早速来てるじゃないですか。来ましたよ。早いな。まだ真っ暗になってないんだよ。これでバラしたくはない。バラしたくはない。はい、よく出ました。おお、いいね。東京湾絶強のステルスペッパー。なんかこうあれですね、やっぱちょっといい食い方してるじゃないですか。はいはいはい。おお、いいね。はい、うん、インクスロゴが映えます。よしよし。はい、やっぱりうん、こうなんて言うんでしょうね、早巻きでジャーっていう音出すと結構活性の高いやつが来てくれますね。いやー、今日は楽だわ。下で座ってタバコ吸ってりゃ吸ってもらえて
仕事してくれる人がいるとありがたいね。ありがたいっすか。こっちは大変ですよ。早速1匹釣ってくれたもん。1匹しか釣ってないんですよまだ。それ言うから、うん、あー、いいペースだ。よし、僕もちょびっと仕事しよう。仕事、よし来た。おお、すげえ。ステルステッパーの季節ですよ。おお、暴れる暴れる、頑張る頑張る。素晴らしいね。いい、もういきなりパンパン釣ってるじゃない。ちょっと際どい食い方だけどね。オッケー、よいしょ。おお、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、頑張ってね、ちょっとおとなしくしててね。危ない危ない。はい、ありがとう。よいしょ。さあ、大丈夫だぞ。ロケとしても成立したぞ。まとめて5分ぐらい。ちょっとこれだと角度的に後ろにしかねえか。大丈夫か。よし、届いては、うわくそー、ミスバイトだ。トーピードの瀬戸内スタイルじゃ全然バイト少ない。ダメでしょうか。やっぱり東京湾だな。ストレスペッパー強い。ちなみに僕が瀬戸内でバコバコにメバル釣ってるプラグなんだけどね、これはあのプランクトン、網なんかにね波動を合わせたピラなんだよ。これがね東京は効かないのよ。でステルツペッパーはあのもっと波動の大きいピラをね前後につけてリトリーブするときにシャーという音とあの引き波泡が出るんだけど、それでバイトするんだよね。地球、そうそう、やっぱ相当違う、ウェイトフィッシュとか食ってるやつに、あー、おー、当たるな。僕まだノーバイトだからね。ね、ペラ一つでこんなに差が出るんだって感じですよね。面白いな。ペラ一つでね。ええ。スイッシャーって考えるとね、みんな音が鳴ってりゃもう似たようなもんだろうと思っちゃうのかもしれないけど、実際には思いのほか大きい差が出る。うん。プロとのフロントペラでも使ってみるから。もう一回来い、もう一回来い。これはまああくまでまだ実験的なルアーなんだけど、フロントペラでこの波動で食ってくれないかなと。あとフラッシャーがついてるんで試してみます。よし、乗った。おー、もうバリバリ釣ってるよ。うん、いやー船長ありがとう。今日は楽な仕事ができてる。ほんとほんとありがとう。よいしょ。はい、すんげえな。こいつもまあまあサイズですね。そのカラーが一緒。はいはい。もう僕は東京に合わせてね一生懸命考えたカラーなんだ。ほんとによーっと、ちょ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 、暴れる暴れる、元気元気元気。はい、よいしょ。はい、釣れました。まあもちろんこう、よいしょ、ありがとう。時期的にこの手のやつで釣りやすい釣りにくいはあるんですけどね、ハマるとすごいイージーに、しかもまあ、なかなかサイズが揃ったやつが釣れるんで、ほんとこの水車の釣りはおすすめです。意外にねポイントもね、いい時は選ばないんですよ。おお、クソ当たったけど、あの明かりつきのオープンの場所でも、こういったストラクチャーの場所でも、本当に釣れるときは結構イージーに釣れます。
パクさん今度は何？え、プロトのね、うん、フロントスピンで。ん？何？フロントスピン。ああ、スピンてるの？ああ、効きそうっすね。あのシーバスがめちゃくちゃ釣れるやつ。はい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 。地球さんが薪の釣りで釣ってるから、俺も薪のプラグ出してみた。なるほどなるほど。なんだけどこれはステルスペッパーみたいにあの水面でシャーって落としてないから、うんうん、ねダメかもしれない。あとで照明付きのポイントとか入ったらかなり効きそうですよね。そのそうそう。さあまだまだ釣れると思うんだけどな。テトラ隊はまだしばらく続いてますね。大丈夫だな。あ、食った食った食った。やっ、あー、またクソプロトに食ったぜ。マガツーン、テトラ際で巻き始めに。あー、ちょっと食いが浅いね。うん、あのちょっとスシラでもね、うん、あれです、バラすことが多い感じですね。ちょっとまだ少し警戒心は強い感じがする。うん、え、スープラで？おほほほ。船長に移してあげてください。マイクそっち行きます。空気読まないで。空気読まないで。まあでもスープラで釣ったんで許します。素晴らしい。あ、薪の釣り？薪です、薪です。なるほど。トーピード出なかったのね。飛距離がやっぱり出るんで、うん、奥の奥。奥の奥で丈夫なんで、うん、結構強気で攻められる。なるほど。ありがとうございます。ああ、写真を撮ってもらいましょう。ブラックスープラ。スープラの場合、うん、ちょっと潜るのがまたいいのかもしれないですね。ちょっと潜るとこがいいですよね。バコバコ釣れてるね、地球さん。釣れてますね。調子いいぞ。おお、引く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 。よし。はい、来た。うん、フロント袋いい食い方してる。これ地球さんも上手なんだけど、やっぱルアーの力でかいなこれ。うん、そう言ってください、はっきり。もういいですよ。俺の腕の皮こうわざわざ言わなくても。いや、すごいすごい。はい。いやいやいや、聞いてる聞いてる聞いてるわ、うん、やっぱ強いなこのルアー。本当に、うん、ハマると本当にハマると強いんですよ、ね、本当強いな、びっくり。闇雲に使うルアーではないんだけれど、とりあえずやっぱ投げてみて反応があれば使っていいって感じですよね。絶対持っとかなくちゃいけない一本だよこれ、うん、はい、ありがとう。よいしょ。これぐらいの明るさだとギリギリが攻められていいですね。ああ、バイト出てた、ようやく。おお。うん。かなり際で食っていくんだね、やっぱり。そうです、そうです。やっぱもう、ストラクチャーに隠れてるんでと思いますよ、まだ。だね。うん。あのね、追っかけてくるやつはいるみたいですよ、やっぱり、うん、うん。だけど、やっぱバイトチャンス自体は結構近い方が確実ですね。かなりキャストも突っ込んでやらないとバイトが出ないみたい。うん。うん、残念。今度は J ボーイにしようかな。スリーバイトワンフッキングバラシだけど終わっちゃった。プラグ変更。
スイッシャーの使い方のコツみたいなやつがあるんですけど、やっぱりその、巻き始めの時にきっちり水をかませてやると、うまくいきますね。一番やっぱ引き始めのところっていうのが、その、なんていうんでしょうかね、ルアーが水面から飛び出したりとか変な方向向いてる時に始めると綺麗にペラが回らなかったりするんですけど、着水させるところが比較的やっぱヒットポイントに近いんで、出だしのところできっちりペラを回してやるっていうのを意識してあげると、バイトチャンスが増えてきます。よいしょ。最初に糸吹き取りながらグッて水が噛んだところからグッとしっかり巻き出すと綺麗に巻き、ペラが回ってくれます。ここのペラの回ってる感覚っていうのを意識しながらやるのがその一つのコツですね。潮の流れ方とかどっちに投げたかによってもそのペラに感じる潮の強さっていうのが違うんで、それに合わせてゆっくり引いたりとかちょっと早めに引いたりとかしながらペラがちゃんといつも通り回ってるっていうのを意識するのがスイッシャーのコツになります。地球さ、はい、邪悪からポーズの釣りをずっと続けてるけど全くバイトしないよ。ダメですか？やっぱり横に走らせる釣りになるとダメなんだね。あとはやっぱ時間帯だとは思うんですけどね。うん、まあそのタイミングもあるだろうけど、はい、基本的にやっぱり追って食ってるよね。そうですそうです。餌をね。はい。待ってるんですよ。この餌が来るのをね。瀬戸内のようにこう流れるのって流れてくる餌を食ってる食い方と全く違う。はい。うん、今日東京湾でもちろんそのパターンもあるんですけれど、場所によってはね。この、場所に関して言えば。ストラクチャーの近くで隠れてて、うん、魚の群れが通っていくのを待ってて、でそのタイミングでドンと襲うって感じで横に移動するものに対して、はい、後ろから追尾してドンと食ってくる感じだね。下から突き上げるような、ね、突き上げるような感じ、うん、これはさっきのフロントスピンの方がバイトは多かったわ。ああ、はいはいはい。うん、なるほどね。面白いじゃないの。船長、4月の初めの方はむしろあれでしたよね。その浮かせて、うん、置いといた方が良かったですよね。うん。見つけて待ってる。うん。くそー、今2回バイトあったぞ。そう。話逆に言うとそればっかり。うん。本当に。よし、あーバレたー。今日はこのパターン多いな。うん、ダメだな。これをどうやってかけてやろうみたいなね。うん、3回連続かよ。おし、乗った。テンション上がって。はいはい。来ましたね。盛り上がって。向こうも。よいしょ。ういー。あ、これはなかなかちょっとサイズアップしたね。それいいサイズじゃ。いいサイズです。よいしょ。こんな感じで、はい。いいメバルだ。これは写真撮ってもらうという感じです。背びれもかっこいいし。よいしょ。はい。ありますよ。うん。クリア系と、一つは、明かりの具合とか潮の濁り具合ですね。濁りが強い時とかはやっぱりそのソリッド系の色とかで、なんて言うんだろう、シルエットになるような選び方するし、ちょっと透明度が高くて明かりとかがある時っていうのはむしろその透過光で目立たせるみたいな色やり方しますね。うん、基本的にはそんな感じでやってます。あんまり、うん、クリア系が必須だと思ったことはないんですけれど、ええ、まあでも、カラーのバリエーションとしては用意しておいた方がいいかなっていう感じですね。
マックさん今スープラ。あ、スープラでね、うん、バイトは毎度あるんだけど乗らない乗せきれずにね、うん、黙ってたのスープラに帰ってから ほとんど毎度バイトはしてくる、ただなぜフッキングしないのか今一生懸命考えてたの。なぜかなと思って。よし乗った。あー割れた。やっぱり基本的に乗り悪いよね。乗り悪いです、うん、本当にバイトはよく出るわ。楽しいよ。そう、あーほら乗らない俺も乗らない、うん、しかしボートからこれだけテトラ隊に躊躇なくボンボン放り込めるってベイトですごくないかよし乗ったかー楽しいうおー行く行く行く、よし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 、あーもう当たるけど乗らない、うん、フッキング効率だけだな。あとはよっしゃ、はい、おー怖い怖い怖いはい、こんな感じですね。はい、サイズもうんなかなかいいよね。ありがとう。いい加減そろそろ他のルアーを使わないとダメだろうかもういいよみんな、うん、本当にそうなのよ。ハマってる時ってこれだけでどのポイント回ってもいけちゃう時ってあるんで、まあでもとりあえず他のやつを使って反応見ましょう。あえてスープラ使って賀来さんと勝負するって手もあるまだ1匹も乗せれないもんなぜなんだろうなと思ってね。あのすっごいバイ軽いバイトしか出ないんだ。チコチコっつってプツッとかね。レンジか色か、うん、色かレンジか、とりあえず色変えてみよう。あーやっぱりシルエット系がね結構こういう時間帯だと。でも俺は地球グリーンを使うよ。ドッピンク使ってみよう、うん、でもね、うん、でもね使ってる理由は単に地球グリーンだからさあ飛んでけ。こっちの方がやっぱ飛ぶな。よし、何を出してきました。んよし乗った。おほほ、スープラ釣れますよ煽っちゃう煽っちゃう煽ってる煽ってる。こりゃ腕だったねさすが地球さん。よしよし、うん、地球グリーンで釣れましたよ。よいしょ、はい、いい感じで。よしよしよし、特にねトップのロケがうまくいくとか嬉しいっすね本当に。ええー、で適度にねこう釣りにくくて悔しがってる方がウケるかもしれない今スープラは薪で使ってるんですけれど、よしよし、実はこれ少し潜ります。おらー、おおおおおおきた。おでかいでかい。色変えたらしっかり食ってくれたから。いろんな姿かもしれないね。シルエットとかその、うん、手のやつですね。すいいサイズだ。すっごいバイトは出てたんだけど、いまいち乗り辛かったのが色変えたら一発です。これ食いどころがちょっと悪かったのかもしれないですね。そういう意味だとね、まあ、シルエットがぼんやりしてると。まあね、メバルってそういう微妙なところも面白さだからね。はいはい、このビビットピンク、はい、綺麗な色、うん、この色にしたら2投目で当たったらすぐもバコーンかかってくれた。さっきまで5発6発当たって乗らなかったのにいやサンキュー、うん、はい、ですね、その方がいいや。もう取りたい絵は全部揃ったんで、うん、さあ地球さんポイント代わりです。はいはいストラクチャー打ちっぽい感じになりますかね。なるほど、今回はね、うん、さあでも引っかかっちゃうか。
うおー、一発出た。おー、出た出た出た。すごい一発。うおー、一発出た。おー、すごい出た出た。すごい。今のは素晴らしいね、出方が。絵撮れてるよ、ちゃんと。よいしょ。すごい。すごい出方したな、今。すごい出方したね。よいしょ。いやー、出ました、ステルスペッパー。クリア系のチャートのやつですね。さあ、次行きましょう。船長のおすすめで使ってみたけど、バッチリじゃないですか。そう。おーし、よし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 、出たぞせー、いや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 、よいしょ。わあ、素晴らしいですね。作戦成功、離れたところからちょっと打ち込んでみたんですけどすごいすごい、よいしょ。お、いい感じで。うん、まず釣れるよねそういう釣りだからね、トップウォーター。あー、でもいい映画にやつ撮れたじゃない。もう最高ですよ。あ、入った。出てくるか。あ、出ないか。だいたいこういう美味しいとこにロープぶら下がってんだよね、でもまあ、それで守られてるんですよ、きっと。そうそう。ああ、やっぱロープにかかっちゃう。うん、もう出なくなったね。ちょっと休ませないと無理だね。十分十分。あは、あそこだけ穴が開いてるのね。穴打ちいくらあれでもちょっと高さが、ここからもうちょい向こうに行かないと無理か。入るか。うわ、出ないか。あんなキャスト何個もできるか何度か入ってんなさあ、出ないか。 J ボーイでも出るかな。ちょっと地球さん打ってみます。奥まで入りました。カッポーン言って出ないかな。よし、食った。おー、マジか。よし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 、いいとこ取りしたぞJ ボーでバサッと言わせて止めたらドッスン持てた。なんだこれ、でけえ。おお、穴の振りだ。でかい、でかい。奥入れないと。素晴らしい。奥入れないと食わないから。今これね、こういう時にセーラーが効く。ね。ショートロッドが奥まで入った。こいつはでかいじゃん。これでかいでかい。これでけえよ。あるかもね。28.5か9だな。尺。でっけえよ、しかし。こりゃいい答えだ。これは僕の、うん、測った方がいいですね。はいはい。はい。これ素晴らしい。グッドな答えです。いや、シーバスかと思ったら一瞬食ってジーってドラッグ出されたときは。こりゃでっけえ。ちょっと採寸、検寸。よし。よいしょ。
ああ怖いんだよ君。ルアーが反対ついてるから、まあこっち向きでいいや。もっこりしてるから測りにくいんだよね。ここどこ？あるじゃん、ちょうど。あ、30ある。やった。ここじゃダメして、やっぱ僕言ったとおりですよ、 28.5 か29でしょ。尺ちょっと切る29。まあでもいい、文句なし文句なし。僕の J ボーイ記録です。J ボーイの尺はね、友達が釣ってね、僕はまだ釣ってない、27.5 ぐらいからこれ記録だ、僕の J ボーイ記録。いいね、紅白落とそう。こりゃ最高だ、やった。乗った。来た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 。よっしゃー。サイズはとにかく真ん中にちゃんと打ち込んで取れたからもういいや。できないし。寄せてくれないから。よしよしよし。そう。ボートがちょうどいいタイミングに来るタイミングまで渡れてやっぱダメだね。でもその難易度含めてめちゃくちゃ面白い釣りだ。いや満足じゃ。満足。よし、これでどうだ。あれ出ない。おし、いった。やっぱり出た。やっぱりね、出た。あそこまでやれば出ると思ったんですよ。おお、 J ボーイ、 J ボーイ、おお素晴らしい。やるなぁ、さすが地球さん。やっぱ橋脚のギリギリまで、橋脚ギリギリ張り付いてたんだ、はいはい、なるほど、ね、よいしょ、そこまで張り付いて、やってくれます。いいリハーサルから怖くない。ドラグ出さないでガンガンやってるけど。おお。いやいやいや、あそこまで入れりゃ出るだろうと思ったけど、出てくれると嬉しいな、本当に。やっぱり小学生の際なんだ。際でしたね。ちょっと風でね、今投げにくかったんで、今それを計算に入れてやったんですけど、ありがとう。よいしょ。やるじゃない。